どうもこんにちは、裏切りマンキーコンビです。はい、久しぶり。はい、じゃあ久しぶりいや、よく会ってる人見てる人と。はい、さあ今回ですね、はい、またちょっと工事現場スタートでございますけども、はい、どの町に来てるんですか今日はね。はい、10年前ぐらいに一番住みたかった町、うん、吉祥寺でございます。うわー、なるほど。言わなくていいのに、もう転落してるのかな今あんま見ないよね最近ね。まあでもやっぱ言いますよね、吉祥寺住みたいって言いますけど。まあでもそこに今日来た理由は何なんですか。まあ、ゲームボーイミクロ狩りゲームボーイミクロ狩りさ、でも前回の時点でもうすでにさ、ゲーム屋巡りになったよ、ただあのね、やっぱ高いからね、枯れねえ高いから枯れねえ。やっぱね、もともとのね、やっぱその値段が高いのもあるし、まあでもそういう意味では安いゲームボーイミクロがあるかどうかを探すっていうのもね、大事ですからね。まあ、改め、ハードオフ巡り。ああ、なるほど。あれ、吉祥寺は多いんですか。まあ、ハードオフね、西東京にね、いっぱいあるのよ。なるほどね。ハードオフ行ったことある。いや、まああるはあるけど、やっぱ確かそんなにないな。まずいね。あるはあるけど、やっぱ都心にないんですよ。相方がその感じやばいね。ゲーム好きです、ゲームゲーマー芸人ですみたいな感じで。感じ久しぶりだな。ハードオフ行ってないよ、やばい。行ってないこともない。あの、僕所沢住んだ時、あのそんな感じのとこめっちゃあったんでそこをうろうろして。ハードオフじゃない、ダメだ。ハードオフですか。わかりました。ちょっとハードオフ行きましょうか。じゃあハードオフ行きましょう。はい、回ってみます。はい、熱い。すげえ適当だったすげえ適当じゃなかったさあ着きましたね、はい、ハードオフ吉祥寺店かな。でかいね。でかいでかいし、こんななんかなんていうのかな、モードな感じの、モードな感じのハードオフはちょっと初めてですね。まあ確かになんかもっとこじんまりとしてるイメージだと思うんですけど、ビルの1階だけとか、うん、そう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 、結構デカめなとこなんで。ちょっとこれは気になるね。いや、ゲームボーイミクロがいくつあるかよ。まあゲームボーイミクロだし、やっぱりそのジャンクも安なんかあるのよ。はい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 、ハードオフってやろうね、うん、やっぱそこが楽しみだから。こんなものが存在したんだ。中古ソフトがまあ安いっていうのもあるかもしれないけど、やっぱり動作確認してないドリームキャストとかが100円とかで置いてあるから、スーパースポーツとかね。そう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 、スーパーミの。そこがやっぱ楽しいから、ちょっとああいうのがあるかどうか、うん、探す意味も込めて早速行きましょう。はい、さあ、はい、行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、あるわ。早っやっぱね、そこから見えた。やっぱね、はい、もう目玉商品なのよ。まあでもこれあるかないかで、うん、店の価格変わるかも。ああ、確かに。ゲームミクロあるぞって、うちはって。やっぱりね、いい値段するのよ。でもまあ相場な感じなんですね、これが多分。まあ大体こんぐらいが相場だね。1万5000来てたら安いんだね、多分。そうだね。うん、これはね、で意外とやっぱ周りはあの PSP Go やっぱ。PSP Go もありますから。岩下 PSP Go 持ってたの？PSP Go 持ってないですよ。え？一番ヤバいやつ、うんね、地元に一人しかいなくなかった。今なら売れんじゃないの。今ならそのダウンロードメインみたいなさ。で、あ、ライトも置いてあるし、あ、なんかいろいろ置いてますね。ドリキャスも置いてある、はいはい、サターン、まあ、これがしかももうドアの前だな。こんな感じのあるからね。そうなのよ、から始まる、うん、こっから始まるやつだから、ね、これ楽しみですね、うん、ハードゾーン。ハードゾーン、ハードゾーン、あー、いっぱいあるな。うわ、64ある。箱64だ。箱64すごい。箱もいらねえよな、正直。まあハードの箱はいらないから、うん、ソフトはあるだけど。 Wii とか3000円なんだね今。安っ。完品でね。あ、なんかでも当時6000円ぐらいで本体だけとかねファミコンの方高いもん。まあ Wii が一番確かに微妙かも。 Wii U が上位互換であるし、うん、あとはまあ Wii U 多いなっていうか結構ある。そう、 Wii U はね多い。でやっぱスイッチね、普通のスイッチないね。ライトしかない。そうね、場所で、うん、やっぱ本体は売られないんだね。中古には出ないんだ。うん、そうだ、ね、すごいわ。あら、しかも見て、うん、Xbox ゾーン見て、まあ、これは PSP ゾーンですけど、 PS ゾーンですけど、うん、見て Xbox の3300円ですか。安っ。あ、これは本体ないかな。うん、あ、ケーブル、電源ケーブルのみ。これはあの Xbox って確かあの3色コードなんかわけわかんないやつなんだよね。うん、うん、それも買わなきゃいけないっていう。サターンとか、いや見たことないのばっかだわ。めちゃくちゃいいな。でもこうやって見ると、いや、すげえ。ここをもう、うわ、待って、何、
あ、これ俺が持ってたやつだ。何、何のやつ？あ、ファイナルファンタジー。うん。多分。二の国も。本当だ。二の国エディション。二の国って PS3 からあったの。これはなかなかいいよ。こっちもこっちもか。こっちはそうだね、ゲームっぽいね。PC エンジンとか。でもなんか違うのもある。まあおもちゃもあるけど。おもちゃだね。本日はご来店いただきまして、誠にありがとうございます。まあ、ちょっと欲しいもの探しましょうか。そうですね。421番の番号でお待ちください。何？ゲームソフトコーナーね。ゲームソフトコーナーですよ。ソフトコーナーでもつついてる。なんか意味あるかな。でもね、そう。結局何が品揃えじゃないかな。こんなものあるんだよ。ああ、まあ確かに。うん、見たことないよ。だいたい見たことあるけど、まあないものはないかな。例えば今の時代ってさ、これこんな値段で売ってんのってないよね。今はもう結構なくなってきた。ネットでさ見れちゃうから相場が。昔はめちゃくちゃあったんだよな。それこそあの吉祥寺かな、なんかその中古店で、うん、明らかにその本当は2000円ぐらいするようなのが、うん、その多分店員さんが知らなくて、うん、あのゲームボーイ500円みたいな感じで、そう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 、そうあったりとかしたから、そうなの、それがあったらいいなって言ってね。いやでも、ファミコンってこんな色とりどりだったんですね。そうそう、ファミコンはおしゃれよね。なんかゲームボーイアドバンスとかこれとかめっちゃ覚えてるけど、なんかこう色違うだけでテンション上がったんだよ。全然アドバンスじゃないですよ。あ、ゲームボーイか。そうそうそう。やっぱあの生まれた時なかったかね。そうですね。いやあるわ。そうですね。ゲームボーイはね、やっぱ思い出深いな、ゲームボーイが一番。うわ、箱綺麗。本当だ、ロックマンワールドしてるわ。なんか箱付きってもっと高いイメージあったけど、全然そうでもないんですよね。いやでも4,400円よ。ほぼだってその当時のね、当時の新品と同じぐらいの値段になっちゃうよ。これいいね。ワクワクしちゃうよね。これワクワクしちゃうね。あれもう開けました。いや、やっぱりマスクつけてるとね、あのね、今のもあんま面白くないんだと思う。元々よね。なんか掘り出し物探してよ。俺はこれあのサイコロのやつじゃないですよね。それはデュエルモンスターさんが違う。サイコロのやつはね、あのゲームボーイとか持ってる。サイコロか、ダンジョンダイスモンスターって。そう、それそれそれ。俺見たことないかも。あ、マジですか。あれめっちゃやってたんだよな。うわ、遊戯王めっちゃやってたわ。あ、それね、それ流行ってたね。メタルが入っててがっかりしたな。あ、この箱懐かしい。箱というかこのケースね。ケース。ケースね。セットで売ろうとしてる。お、本当だ。ゼフォーね。セットで売って値段変わらんかい。ちょっと安くなってるとかではない。買えろ買えろ。ジャンクゲームソフトコーナー。ここが楽しいんだ。ね。あ、動かないか。デッドアライブの数なんで、あ、Xbox全部100円とかじゃない？ほら、そうなの。うわ、でもさ、ちょっと前100円とかでバンバンゲームあったよね。あった。多分遊べるあのハードが増えたりしたから高まってたもんね、今。この中から、はい、面白そうなのを、はい、ちょっと待ってよ。いや、もう見つけてるじゃん。これ買わなかったっけ？あ、買いましたよ。ワンピース海賊無双。これいくらで買った？まあちょっと見してその値段を。100円。多分100円よりしたよね。でも確かに400円とかで、ね、俺買ったの。いや400円としたけども4倍違う。まあまあね、でもこれでも、え、動作確認できてないでしょこれは。でも動作確認もクソもないか。クソもないよ。もう動くだろ。あ、じゃあここは本当に100円コーナーだ。え、でもサードとか全然、まあ一人出す。ニンテンドックスある。ニンテンドックスいいじゃん。まあ、これね、オフラインゲーだったらね、別にいくらでも買って遊べるし。ニンテンドックスあるじゃん。いいなぁ。友達コレクション懐かしい。
やっぱ DS はね、でもこれとかも人気よったよ。100円なのかよ、友達コレクション。結構高かったよね、長い間。おかしいね。まあソフトが動かないような、でもさ、こんなんでも550円とかなってる。三国志戦記。うん。やっぱね、ここがおもろいのよ。ね、この箱ゾーン。この、なんかもう投げ売りゾーンがね、いいね。ないもんね、あの、ちゃんと綺麗に戻してくださいとかも。だからスーパーマリオコレクションの説明書だけ変えるんだよ。いや、いらないだろ。あ、テンツ。あ、テンツだ。テンツは、ね、言いましたね、お姉ちゃん、まずい。これ買っとこうかな。330円。うん。これは買っていいな。これ買うわ。これいいでしょ。これは買います、私。もともと、これで300、箱なしで330円じゃん。うんうん、もうちょっとすんの見た値段。いや、俺3はね、探してない。まだ。あ、そうなんだ。2は、300円ぐらいだったかな。うん。いいじゃん。安いね、それは。うん。これ安いんだ。それじゃ、はい、それじゃ出しておいてください。ありがとうございます。おはぎ受けときます。はい。点2それ、岩下に買ってあげようか。でもね、あ、まあでも、点2か。うん。点2って何、あれあいつ、フィルスターそんなんだっけ、点って。違う、なんかリマスターやってんの。ちょっと面白あるじゃない、全然、多分ね、わけわかんないものいっぱいあるよ。いいじゃん、いいじゃん。全然あるね。大体サッカーゲーム、野球ゲームなんだ。まあまあまあ、4。なんで説明書だけ ?3 と4の説明書だけ。箱もある。ソフトもある。説明書だけがない。って人のためじゃない。うん、もしくは、コーヒーこぼしちゃったとか。これ、メイデンの橋山さんしか買わないね。いや、メイデン橋山さんも買わないでしょ。いやいや、あの人、パチスロの、こういう冊子だけ持って帰るっていうのやってんのよ。いやいや。パチンコ屋から。確かに、コレクターだね、あの人はね。もう潰れたというかね、そのパチンコ置かなくなったやつもね、うん、すげえな。でもまあソフトはジャンクもクソもないと思うんだよな。まあまあまあ動くでしょ、うん、確かに。うーわ、エキサイトして出ました。ジャンクの王道。王道、うん、ジャンクゾーンの王道。もうほぼこれがあると言って過言では。そうなんですね、うん、絶対いるんですね、ほぼこれ、うん、そしてやるね。やっぱね、ウイーレとかね、モンハンがやっぱ多いね。このよくナンバリング出すやつ。いい、見て、Wii 880円だぜ。1900円。でもジャンク。チェック時通電プレイできましたが、常時ディスク読み込み音がします。だからうるさいけど遊べるよ。でも1100円。それで、いや、そうよ。いや、だからね、いいよ。いいジャンクやもん。そんな、いいジャンクって。ちょっと後ろ見てください。はい。うわ、来ましたよ。ここなのよ。コントローラーゾーンだ。ここなのよ、結局。まあでもそこ、だから自作パソコンみたいに。そうジャンク本体と、これを探して、動かすことも可能っちゃかな。ジャンクがね、おもろいよ、やっぱり。すげえ。あ、なんか見たことあるものがちょこちょこありますね。スーファミのコントローラー1個買っとこうかな。あ、確かに。なんか壊れてたもんね。うん。買ってもいいな。すごいなぁ。だいぶいろんなのがありますね。あ、ちょっと。あと岩下、岩下にちょっと買ってあげたい。あの FF102 説明書とソフトのみ。意外とね、ディスク裏傷つかないですよね。これ、そうそうそう、これね。ふいさんもこれ買うって。俺はこれ買うから。オニムシャスリーズ330円。だそれ一緒に買ってあげるよ。いいですか、これ、うん、ありがとうございます。買れるでしょ、それで、うん、地元の友達がね、AV をそのまま CD だけで保管しても見れるっていうぐらいやっぱ CD 強いですから。そうですね。そう、ティッシュ挟んでね。和田アキ子さんそうしてたらしいから、ね、あ、そうなんですか。なんかディスクの入れ物、あれ割って出すものだと思ったらしくて、パキッて割って出してそれを積み重ねてたらしい。これが300円。330円ですね。いや、これはね、傷ありって書いてますけど、一応これジャンクゲームソフトなんで、はい、最悪動かなくても文句言わないでください。なるほど、保証返金交換が無理。そうですね、はい、ちょっと起動させてみます、ね、お願いします。アピポサラアカデミアね、やったことある。いや、持ってた。あ、ほんと PSP の面白そう。ローンチですよ、これ。はい、というわけで、ハードオフ、非常事態、うん、いやなんか
ハードオフって感じがしましたね。なんだその、なんだその感想。やっぱね、もっと田舎の方がね、もっとジャンクあんのよ。まあ確かに、まあ、言うてね、あの実は1回だけでしたね、ここ、うん、あの階層が。そうだね。なんで、まあまあ、いつものっていう感じですね、ハードオフ。だけど、やっぱりこう、あの、なんか1棟ビル使って、でしかもそこしかビルないみたいな、周りに全部民家みたいな、そういうハードオフがあったら、もしかしたら、また新しい出会いが。そんなもんじゃないよ。うん。ハードオフのパワーって。そうですよ。まだまだちょっと必見の部分あるんで。次のハードオフ。はい。ハードオフ三鷹で。はい。行きます。行きますか。行きます。暑い。もう大移動ですね。はい。はい、まあでも次のハードオフ三鷹店は、まあちょっと地図で見た感じ、だいぶ駅からも離れてる。いや、この駅から離れてるハードオフはね。うん。超期待できるから。まあちょっと見たことないお宝求めて行きましょう。ジャンクの山よ。あと値段も見たいね、いろんなものの。確かに。こんな安いんかいってのあるから。ああ、じゃあちょっとゆっくり乗っていきましょう。ああ、はい。言いましたね、 MD コンポ買ってやるよ。 MD コンポいらないっすよ。ウォークマンも買ってあげる。 MD ウォークマン。MD ウォークマンはちょっとかっこいいかも。ちょっとエモい、エモいかもね。あの高くやつ。そうそうそう。さあ、近づいてまいりましたよ。うん、三鷹店。三鷹店、これはね、期待できるよ。さっき岩下も言ってました。はい、見てください、松屋。はい、ドヨン。はい、まあ、あのドライブスルー付きなんじゃないかぐらいの松屋で、国道沿いにしかないサイズ。うん、このサイズね、これやっぱこのサイズ感はもう本当にあのマリオワールド3のあのデカ島来たぐらいの、ね、難しいな。このデカさの車屋ね。ああ、このデカさの車屋 ね、うん、ね。この並びでやっぱハードオフ、これはね、もうスーパーハードオフだね、完全に。スーパーあの10店舗に1店舗ぐらいある、スーパーハードオフの匂い。メガドンキみたいなことでしょ。うん、メガドンキみたいな感じ。はい、いろんな店ある。いや、もう本当見てるだけでも電吉三鷹本店見てる。電吉、電吉でか、電吉って知らないとこでしょ。何、知らないけどでかいかもね。あと絶対デニーズだったとこね。ちょっとレッドロブスターあんじゃない？これレッドロブスターできたらマジもうリーチよ。え、このなんかあの都心ちょい外れリーチ。うん、いや、もうこれはね、ステーキガスね。ステーキ。ステーキガスとあったらね、レディーチよ。いろいろあるよね、もう見てても。青山でかいもん。ね。いや、てか青山がやっぱこの1店舗であるっていうのはね、こういうとこだけどこの外れに。そうですよね、車でね。駐車場がないとね。駐車場がないとね。なるほど。ちょっと期待できるな。これはやばいね。マジで持って帰れんのかな。え、そんなに？え、イケアぐらい買おうとしてるもの。あとで発送してもらわないと。じゃあ物が小さいから大丈夫。あるかも。送るとこね、レジの奥の送るとこあるかな。テーピングあのビーってラッピングできるとこね。これはちょっと期待ですわ。チャンネル登録お願いします。